皆さんこんにちは。教え台湾のユンです。本日は日本のカルディコーヒーフォームという店で買えるの台湾商品を紹介したいと思います。もし台湾の料理、台湾のお菓子が興味がある方や、家で食べてみたい、作ってみたい方もぜひ最後まで見てください。それではスタート。カルディコーヒーフォームは皆さん行ったことありますと思うんですけど、台湾の商品が買ったことがありますか？台湾出身の私にとってめちゃめちゃいいのショップですね。今回は皆さんに紹介したいと思います。例えばめっちゃ人気な台湾ビールも売ってるんですけど、私があまりお酒が飲まないので買いませんでした。台湾ビールは結構軽いと思います。皆さんにおすすめします。ということで、今回は6個の商品を紹介したいと思います。黑松沙士、台湾のコーラという言われています。台湾コーラはどんな味だろうって気になる方がいらっしゃいますか？私はよく知らないですけど、日本人の友達から飲んでみて、薬の匂いがするんですよ。日本人にとってちょっと慣れてない味とかちょっと変だねと思うんですけど、台湾から生まれたの私にとってはめっちゃめちゃ好きです。大好きです。鹹蛋黃酥、前回も塩卵で料理作ったんですけど、コメントを見て塩卵が苦手方もいらっしゃるので、苦手の方も大丈夫と思います。包装はこんな感じです。中身はこんな感じです。めちゃくちゃ美味しい。香葱酥打餅、包装はこんな感じです。台湾天童ネギクラッカーオリジナルって書いてるんです。イメージから見てクッキーの中でちょっとネギが入ってるですね。中身はこんな感じです。12個があります。こんな感じです。ネギが入ってて、こちら厚さはこんな感じです。懐かしの味です。この香葱苏打餅は本当にちっちゃい頃からずっと食べてて、小学校の時は学校から終わってめちゃくちゃお腹空いてるんじゃないですか？あの時は本当に毎日これ食べます。結構ガリガリで味はさっぱりな感じですね。子供にも優しいの味です。冬笋餅、こちらは竹のイメージがあって、中身はこんな感じです。さっきと似てますよね。22個があります。中身はこんな感じです。さっきのお菓子よりはこちらの方がもっと硬いの感じ。ちょっと硬めがあって、甘さもあって、とにかくちょっと甘いで美味しい。このお菓子もさっきのお菓子と同じく子供からみんな食べてます。前もずっと紹介してるの沙茶酱。沙茶酱は本当に台湾の国民ソースという存在があると思います。こちらの説明は台湾の家庭では調味料です。前回もこの沙茶酱を使って料理を作ったので、皆さんぜひ見てください。中身はこんな感じですね。もし台湾の火鍋屋さんとかしゃぶしゃぶとか、これが絶対あります。最後は維力炸酱麺、台湾の炸酱麺です。そうはこんな感じです。ほぼ台湾と同じですけど、こちらはちょっと日本語を書いてますね。炸酱麺を書いてます。普通のカップラーメンと同じ。そして中身は2個ソースがあります。そして麺と蜜を分けてきます。こちらのパイトンは水を捨てないでください。このままタンパオを入れてきます。これはスープの調味料ですね。で、こちらのソースが麺に入れます。混ぜます。混ぜたらこんな感じになります。いただきます。美味しい。ちょっと油、ネギ、醤油、ニンニクの味。スープもいただきます。スープは普通のスープで、台湾でも飲む人がいらっしゃるし、あまり飲まない人もいらっしゃいます。ごちそうさまでした。はい、ということで今回の動画はここまでです。今日はいろいろ台湾の食品、台湾のお菓子を紹介しましたね。皆さんもぜひ食べてみてください。コメントをお待ちしております。それではバイバイ。